どうせ同盟があってこいつら相互に援軍出せないんで、うちが攻めればあいつら諦めてくれると思いますね。あとまあ細川藤孝の部隊がきっとうまいことやってくれると。まあここまで増えたとしてもなのよね。ラック1ラック3、金銭収入がとにかくすごいという。金銭お化けだ。でどっち攻めるかだよね。いや分かりやすいと思う。島津を攻めるのか、それとも、でも島津届かないでしょ。こんな。うん。で、多分届かないんですよ、軍。出陣ってやっても。まあ、いるけど、まあ、届かないんで、まあ、絶対こっちなんだよね。行くなら。もう、入ってる、だいぶ。まあ、もうちょいますか。戦わないと、軍港も上がっていかないんで、とりあえず戦いましょう。よいしょ。で、多分、毛利攻めが正解だね。毛利攻めをするとなると、次に邪魔な、邪魔っていうか、怖いのはこいつなんで、威信を全然上げないようにして有効度を上げるという作戦で、肥後守護、まあこれ上げるよ。この外交視線を一瞬にして改善させられるのは強いかもしれん。じゃあ8、分かりました。お願いしますよ。まあ、こんなところでしょう。政策も打ってますが、心得まして。武漢要請言ってるな。まあいいけど、全然取り下げた。下方購入って言ってんね。あ、7等級が増えてる、いいね。お金を使って優秀な人間を増やしましょう。いや7等級上げてもダメ。まあまあ上げとくか。滝川一益に7等級。あーいいじゃん、めっちゃ上がる。よいしょよいしょ。黒田官兵衛、運に来ます。ちょっとわがままが過ぎるぞ。でもあいつら、前田利家もな。まあ稲葉一徹あげときか。よいしょ。で絶対鋳造所も欲しいけど、先に鉄砲だ。射撃してやるぜ。ああ、派遣する武将がいない？着手しよう。いるね。じゃあまあ適当に。内政もできるようになったし、よかったよかった。で、どうですかね。君たちに動きがあればいいんだけど、あんま動きなさそうだな。よいしょ。幕府ですよ、こちら。信用が足りないと言ってるんで、戦となるぞ。夫人をさっさと信用を上げてくれっていう話だね。あとは細川藤孝隊が多分動いてくれると思うんだけど、あれでも兵数少ないね、だいぶ。我が部を示す時が来た。よいしょよいしょ。嬉しきことよ。大農村を建築と。まあいいじゃない。向けねばならぬと。背を向けねばならぬと。とりあえず今は
攻めるところはもう決まってるんで、攻めるところを攻めるだけ。この恥注いでみせる。よいしょ。不甲斐なし。戦ぞ。陣を整えよ。2万の兵をしのぎきれるか。ここまでか。いやー、だいぶ辛そうだね。よいしょ。足利将軍の力が弱まっているな、明らかに。増築はしとくか。これまでか。下がる。わしではかなわぬ。よいしょよいしょ。戦となる。これでどう？15,000。もうちょい部隊出るだろう。知り族しかあるまい。戦となる。武人を始める。5部隊。ダメですね、全然。なんでそんな中途半端な出方しか出なかったのかが不思議ですが、これでねダメージを食らわしてあげてることで敵がね、敵ってかまあ藤高がやってくれるようになるでしょう。次は勝たせていただく。よいしょよいしょ。屈辱。まあ、一旦引いてもいいけど、次は勝たせていただく。城はもう6つしかないから、結局引き間の舞台は以上は戦えぬか。よいしょよいしょ。これはもう全然ありですよ。よろしいですかな。毛利家との同盟をと言ってるんだけど、ちょっと待って、今毛利家との同盟切られるとまずいのか。今これをやってる余裕はないかもしれん。島津との同盟を結ばっていう余裕だから、フェーズだから。てか軍団これ届かない？届かないのか。修行入れたいな、もし優秀なのがいるんだったら。いや微妙でござるよ。よろしいでしょう。島津との同盟結べるね。絆が固く結ばれたな。これでこれで毛利攻めができますね。まあ、正解なのか分かんないけど、毛利攻めが着手しようか。さすがに毛利攻めないと無限に増えちゃうんで、一旦毛利行きましょう。よろしいですかな。海藻、はいはい、いいよ。で地球を入れましょう。さすがに片付けない。だいぶ側近足軽が入ってるんで。これいいな。内政整うぞ、一気に。こいつらが軍で開発ってか戦いで頑張ってくれれば、軍港も育っていいことだらけになるという話だね。前線中心的に入れとこう。多少強化されてんだろうな。ありがたいの。赤い時ありがたき幸せ。お前の喜びにござる。よいしょ。片付けなし。めっちゃ大感入るけど。片付けない。大概の喜びぞ。まだまだだよね。大感。ありがたいの。でも有名武将もっといてくれてもいいのになーと思うんで。喜びにござる。意外と少ないですよね。感謝いたす。片付けない。よいしょよいしょ。じゃあ制作で、まあ、取るもの取るって言ってたんで取りたいんだけど、今まだ無理そうだな。ヨシテル使っちゃってるからか。
任されましたぞ。まあ毛利攻めもうまくいくでしょうこれ。そうだね、ここ6000人とか1万人とかいるんで、この舞台で多分毛利叩けばうまくいくんじゃないかな。正直でも従属をしてほしい。しないよねー、知ってた。あーまずい。よいしょ。よろしいですかね。魔法購入は入れてやんないとダメそうだった。雷霧も欲しいけど、懲罰7等級あげよう。龍蔵寺高信、恩に切るぜ。いいじゃないですか。で、黒田官兵衛にあげたいんだけど減るんだよな。どうしようかね、制作。いやーでもこれ以上あげるのも怖いところではあるよ。勲功獲得したところでだよな。やめとこう。多分普通に兵が内政ガンガンやってくれてると思うんで、今は一旦藤高とかに任せて、ここで倒れるわけには。それこそ徳川家のやつが吸収できるまでは放置して、今川戦は後でにしよう。毛利攻めしてやろう先に。いや、厄介だな。よいしょ。毛利との停戦切れという話なので、やっぱここで行くしかないでしょう。って思ったんだけど、結局、このスクローだけは届かないんで、ここは入れとかないとダメだね。君だけは任せよう。代わりにここか、入っててもらいましょうか。ありがたき幸せ、ありがたく存じ。代官を入れてあげてと。感謝いたす。片付けない。軍団いないと、 いないだと。お前どこにいるんだ。あ、いいね。お前ここだけ頼む。あ、まあ前線慎んで受けたまわります。前線全部任せておきましょう。ちっちゃい軍のこまごました動きはね、うちよりも絶対的に有利なんでね。恩に着ようぞ。ありがたく。 AI の方が得意ですね。感謝いたす。前線処理能力みたいなのは。そして稚魚を入れないといけない。感謝いたす。朝倉圭樹さん、影則さんっていうのかな、本当は。で、人が結構入れた後忘れてますね。亡くなったりとかもしてるのかもしれないけど、結構抜けちゃってるんで、ここは内政整えさせましょう。言うてもうち有利なんで大丈夫でしょう。そしてこれ攻めてってほしいな、今川領。でももうどんどん兵が溜まってる。よいしょ。とりあえず増築を重ねとくか。やりきってみせまする。ザサーっと
どうだ、受刑2体も頑張ってほしいけど。やったぜ。よし、いけるね。行きましょう。さすがに分散させます。これでうまいこと言ってくれると思いたい。ガバーっと。今年は豊作のようです。さすがに豊作と。ついて参るのだ。よし、いいぞ受刑に。そうなることは分かってたけど、よくやった。戦が始まる、備えよ。全然軍がバラバラ行くな。戦ぞ。よし、チェル殿には荷が重いですかね。みんな戦に備え。8部隊、まあここは一旦叩いておきましょう。絶対に何かしら城取れるでしょう。王子吉永をぶっ壊す。よいしょよいしょ。で、勲功を貯めたいのは明智です。なんで明智隊をまず先に突っ込ませないといけないね。お前だ。多分ここだろうかな。まあこうでいいんじゃないですか。これ長政隊？ああ長政隊いいね。まあ、長政でも最悪いいか。あ、明智隊に俺勲功を行かせるために出してやったのに、まあどっちでもいいけど。多分これ長政行ってくれたよね。浅井長政ならまあ悪くない。ここは得意とするところ。今が動くべき時だ。強いな。この戦場に示さん。撤退撤退。ほらほら引け引け。勝敗を決めてやりましょう。我が策あらば負ける。こっち行こうか。そこから動けないから多分当て自体は。隠せぬか。いざ、アダムをこの戦場に出さん。この国は覆さねば。アドリアは覆さねば。急ぐぞ、要所を取らねば。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。倒せそうですかね、君たち。我が戦法にて崩れるがいい。要の、まあ、君たち任せよう。戦法の切れ味、確かめよう。まあザグッと言ってくれると思いますんで、このまま行きましょう。そして時は今。攻撃上昇いいね。劣勢ぞ、奮い立て。劣勢か。今が好機ぞ。ただまあこの1万の1万の兵の火力はとてつもないものがあると思うんで。うん、大丈夫そうですね。バシュンと。いけー。お気味良いわ。援軍出すか。命令をくれ。まあ援軍出しとくか。よーし、倒した倒した。光秀隊も頑張りました。だからまあ勲功はたまったんじゃないかな。いいぞいいぞ。明智光秀124、まあまあまあ悪くないね。
いいね、白2つ取った、ま、ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。